芸能、したら、お笑いレジェンドの不仲噂に言及。タモリが起こした奇跡に、震えた。フジテレビ系、笑っていいとも。が3月31日に最終回を迎え、夜に生放送された、笑っていいとも、グランドフィナーレ、に出演した火曜レギュラーのしたらおさむが1日、無垢を務めるフジテレビ系、ノンストップ、で舞台裏を語った。したらが驚いたのは、日本をリードするお笑い芸能人がステージに顔を揃えたシーン。タモリを囲んで明石家さんま、ダウンタウン、トンネルズ、ナインティナイン、爆笑問題、うっちゃんなんちゃんが勢揃いした。お笑いレジェンドが一堂に会しましたね。これはすごいことなんですよ。同じ画面にこの人たちがいるのは、したらはさらに、普段なら絶対に触れないことにまで触れた。いろいろありますから、同じ局内にいても絶対に会わない、なんていう噂も聞いたことあります、と、表には出ない確執の存在まで示唆して、この画面がいかに奇跡的であったかを説明した。ただやっぱり、いいともで、タモリさんということでこういう画面が実現しましたね、と、タモリの偉大さを実感した場面でもあった。したら自身は客席の最前列に座ってこのシーンを眺めていた。震えましたね、心が。ちょっと興奮しちゃって、と未だ興奮冷めやらない口ぶりで語った。その後行われた打ち上げパーティーには約800人が参加。芸能人がいっぱいで、芸能人酔いしちゃうくらい。その人たちがみんな、タモリさんと写真撮りたいって。したら自身もしっかりツーショットをゲットしたという。したらは毎週火曜日、ノンストップの放送が終わった後、普段はやる反省会もやらないで、お台場からアルタへと駆けつけた。時には遅刻したこともあった。他のレギュラーの人たちもそうだろうけど、火曜なのにアルタへ行かないっていうのが不思議ですね。と、当分はいいともロスが続きそうなしたらだった。この情報は、ライブドア、ニュースを参考にして、棒読みちゃん利用し制作しております。